ただいまより子ども被災者支援法基本方針案の説明会を開催いたします。この8月30日に皆様お手元にございますような子ども被災者支援法の基本方針というこの原案を発表させていただいたところでございます。皆様におかれましては、本日のこの時間をいただきまして、この基本方針の原文につきましてご意見を賜りまして、より一層この施策が進むよう本日の会議が実りあるものとなりますことをお願いいたしさせていただきまして、甚だそれでございますが、冒頭のご挨拶をさせていただきます。パブリックコメントの期間は9月23日までの10日間の延長ということに、ご説明させていただきました。それでは質疑応答の方に移りたいと思いますが、最初に基本方針の考え方のうち支援対象地域等について皆様のご意見をお伺いできればと思います。いわき市議会はですね、この間2度ほど意見書を出しておりまして、2011年の12月定例会と、あと本年の6月定例会に、この子ども被災者支援法関連で出しております。支援対象地域の指定ですね、これについては福島県は全域、そして、年間追加被爆線量1ミリ40度以上についてはきちっとこれ全てですね、地域指定をするということを我々岩井市議会としては検証として、国にそれぞれ出しているわけでございます。残念ながら今回の基本方針案ではですね、その地域指定が非常に33市町村ということで限定されておりまして、根本大臣が会見で分断をしないために33市町村にしたんだとこうおっしゃってましたけれども、現実的にこれでは分断を復興庁が自ら分断をするようなものであるというふうに考えております。従いまして、やはり、県内はもとよりですね、東日本全体を網羅する追加線量1日終了と以上の支援対象地域の指定ということを改めて、申し上げたい、要望していきたいというふうに思います。私が福島に来るにあたって一番、重荷に感じていることは放射線量ではそういうことがありません。自分が離れた土地にもし戻ってきたときに、私のことを、もしここで近所の人とか家族の方が見たらどう思うかということが一番、気にかかっております。ただそれをしてもなければいけないと思ってまいりました。で、質問といたしましては、今の私の話が、そのまま全体になると思いますが、先ほどのご質問の方にもありましたけれども、分断という形が、まあ、現在私の話の中にも感じ取っていただいたと思います。でこのことがどこで私どもが折り合いをつけていくということを考えたときに、私はやはり事故前、原発事故前にあった公衆住宅、限度の1ミリシーベルト以内ということで、これでさえ本当にそれに満たない人たちの苦しい思いをすると思いますけれども、やはり国民が同意を求められる、同意できる視点というのは、やはり事故前の我々が守るべき法律の中で定められた数値だと思っております。これは今回根本復興大臣の、8月30日の発言の中では、100ミリシーベルト以下の被爆は健康被害が認められてないというような言葉を聞いたときに、私は呆然といたしました。改めて質問いたします。この、事故前の年間被爆線量1ミリシーベルトということに全くこだわらなかった今回のこの法案は、についてはどう考えていらっしゃったでしょうか。まあ、不安というのはいろいろですけれども、その中でも特にそこにいられないほど強い不安を感じる、まあ、それが一つ地震難者という数に現れているんですけれども、まあ、そういった受診者の数っていうのはどのエリアからどのぐらい出ておられるのだろうというのを分析していました。それで見てますと、今回支援対象地域から出られた方が全国
の宇治市内者の約9割に相当すると、まあ、線量を考えても他の地域に比べて、この中通り山通りの方は特に強い強行犯が生じているというふうに判断していいんじゃないかということで、震災処置をした次第です。施策の中身について、一律にという趣旨の話もありましたけれども、例えば線量だけで、今回1ミリ以上のものを全て支援して1ミリに満たないところを支援しないという切り方をしたらですね、例えば多くの方が気にされている内部学というか食品に関するもの、今回学校給食の、まあ、これは安全が確保された上での安心対策であるんですけども、安心対策としての学校給食は一時のエリアだけでなくその周辺を含む、まあ、11件これを対象として、7月から実施していくという意味で、まあ、線量で機械的に生きるというのはなかなか難しいという一例だというふうに思います。帰りたい帰りたくない住民なので、間でお互いを思いやりながらどうしたらいいんだろうかということで、なかなか議論が前に進まない状況です。その議論の根底には、今回の事故で人の数だけ安全基準ができてしまったことにあると思うんです。被災地ではその物差しを持つことにより対立や葛藤も生まれています。震災前の法律とチェルノブイリの経験則に基づいた合理的判断があれば、少なくともその悪性が緩和され、被災者同士の理解も進み、遠隔地の方からの状況把握と現状認識もリアルになるのではないでしょうか。今回、ここでしっかりと民のための法制化を維持する必要があると考えます。それは今後の国や原子力産業の今しめとなり、抑止力を持つことにもつながるはずと思います。そして、パブリックコメントの期間なんですが、通常は2ヶ月程度設けられ、原則として、案の公開期間は30日以上持つことと決まっています。今回10日の延長がありましたが、それでも2週間プラス1週間、10日ということで、1月に満たない感情はおかしいと思います。パブコメの期間が短すぎるんじゃないかというお話がございました。で、まあ、今回伸ばしたんですけれども、すでに、昨日時点で1000件、のパブコメが寄せられております。まあ、通常のパブコメの数に比べて相当多いというふうに認識をしておりますが、まあ、内容は全て確認しておりませんが、その内容も非常に多岐にわたって論点も多数です。まあ、そういう非常に多くの意見をいただいているということで、まあ、相当な期間が取れているんじゃないかというふうに判断しております。私は宮城県の丸森町というところから来ました。福島と県境で接しているところです。で、まあ、ダブル部分が出てくると思うんですけども、今回山森町も、支援対象地域から外れました。でそれに対して復興大臣が、記者会見でコメントをされているんですけども、その中で、丸森町でも線量の高いところはあったけれども、そのほとんどが山林であるという発言を、復興庁のホームページにも、掲載されております。私それを見てちょっと、びっくりしました。まあ、確かに、農村中産環境ですからほとんど3人です。でも、その山と、山林と山林の間に人が暮らしています。数は少なくても私の住んでいるところもそういうところです。そういう、ほとんどということは全部が山林じゃないということは認識していたかと思います。そういう人たちの、ことを考えてくれているのか、霞が関で地図で見れば確かに緑色の山林かもしれないけども、そこで人が少なくても暮らしているそういう人たちに対してきちっと、施策を支援の手をきちっと差し伸べてほしいと、そういうふうに思って、これは
声を届けなければと思って復興庁さんにもお邪魔して県内の質問書を出させていただきました。丸森町よりも空間線量が低いところで33市町村で、支援対象地域に選ばれているところは、いくつもあると思います。で丸森町は、東電の賠償、自主避難等に関わる賠償でも、白川地域と同等として、賠償の対象になっています。それでも私たちは、福島23市町です、ね、そちらと同等であるとして ADR の方に訴えているところであります。で、まあ、それだけの白川と同等と、当然に対して認められているのに、今回の、新対象地域、白川は入っているけど丸森は入っていない。で支援パッケージの中では、高速道路の、避難所の無料化、それに関しては丸森は入っている。それすごく、整合性がないというか、バラバラになっています。この辺をやはりきちっと、合理的に判断できる基準としてやはり1ミリシーベルト、国の被爆変動量になっていますし、支援法の中でも一定の線量ということが打たれていますから、これをきちっと守っていただきたいと思っています。丸森町については、あの大臣が記者会見でお答えした通りですけれども、あの南部の地域において、丸森町の南部の地域において、まあ、高い線量が継続されたということは承知しております。まあ、その地域の大変な災害であったというふうに考えたということと、それから、まあ、地震害者の数についてきちっと見ているのかということで、まあ、町、からもヒアリングをしております。あの数字は2つあって23人とか65人とかあるんですが、まあ、いずれにしてもそういう地震者がおられたということで、例えば今例に出された白川ですが、まあ、これはあの正確性はちょっとあるんですが、市から聞いているところですと1175人という数字が上がっています。まあ、こういうところもこうあります。それから高速の関係、との整合なんですが、あの高速が確かに入っております。で実際、高速の利用 の施策を取った後、どういう使い方をしたのかというのをフォローしていますと、まあ、丸森町からの申請は3件であったということを勘案しております。あのそれをもって丸森町が施策が必要でないということは全く別のではなくて、きちっと特に健康管理面の要望、強い要望があるというのはよく承知しておりまして、今回あの担当の閣僚さんで施策を拡充しているという中にその一部が入っているものと認識しております。丸森町の山林に住んでいます吉田といいます。自主避難をしています。自主避難先ほど丸森町で高速道路が通ってませんので、ね、高速道路を申請しておりません。そもそもですね、先ほどの原田さんが自主避難者のデータだって言いましたね。あるんですね、データはあるって言いましたよね。それは全部の市町村が同じ条件で聞き取りをしたデータですか。聞き方によって違いますので、ね、1週間避難した、1ヶ月避難した、現在避難して、そういうものを全て全部の33市町と県外の自民シーベルトのところまで踏まえてデータとして表して示してください。そうだそうだ、丸森について、お二人からございました。あのデータは総務省の避難者情報システムという情報をもとに市町村から集計したものでございます。ですので、あの一応全国すべての市町村基本的に同じ聞き方をしているということでございます。あの私は隣町で宮城県の鈴木市です。それであのこちらのどう考えてもここで区切られているっていうのが、何としても線量が高いところでここだけがこう区切られてしまっているっていうのは、誰が考えてもおかしいっていうことをまず分かっていただきたいと思います。少なくともなぜ基準っていうので1ミリシーベルトとかそういったっていうのは、公衆被爆線量の追加の公衆被爆線量ということで1ミリっていうのであれば、まずはそこでっていうのがみんなの思いだったからなのです。そこは皆さん
安倍さんも皆さんも聞いてらっしゃったはずですよね。前からあの企画さんからも1ミリ、20ミリ、5ミリとかいろいろ出てるんですって、これまで何回もそういうので悩みながら今や決めてるんですって言っていたのに、突然不安で逃げあの自主避難の数でなってしまったのは、なんともそのプロセスは先ほど答弁でも理解できません。そしてこの準支援対象地域、このあやふやなのは誰がどうやって決めるんですか。どんなふうにこの準支援対象地域で不安なこの方たちっていうのはほとんど不安、健康不安なんですっていう方は別に支援対象地域に入れて、それで国の責任で行っていただければ、別に施策を全部支援対象地域にならなければ、全ての施策を全部ここを見ても全て施策ができるかっていうと、そうではない、できるところとできないところがあっていいじゃないですか。国の責任で支援対象地域になったということで、自治体がそれに素直に従ってやるんですよ。これ準支援対象地域っていう漠然とした何が何だかわからないのでは、自治体がこれをどういうふうに受け止めたらいいのか、そこはどう考えていらっしゃるんですか。私たちの、私の住んでいるところの土壌は4800ベクレル、地球あたりで出ています。その数値はここにあります、奈良町で、除染活動をして除染をしているところはキロあたり4500ベクレルと出ています。そうなりますと空間線量のことだけではもはやないんですね。2年半経ってそれで判断ではなくて、やはり土壌線量を加えていただきたい。それはこの目的の中に一定の基準以上の放射線量が計測される地域にっていうふうになっているんですから、そこに入れていただきたい。もしもさらに今回のその基本法では支援対策地域は相当量な線量って勝手に変えてますよね。これ法律違反じゃないですか。一定って書いてあるのに勝手に相当量ってやったら法律違反なんですね。ここに書いてないことを勝手に解釈してるんじゃないですか。さらに何回も出ています、被災者の声を聞く、私も今の女性と同じように聞きたい。復興局が、復興庁が主催して公に呼びかけてやった交渉会って 何回あるんですか。先ほどから40数回言ってますけど、それは心配な団体が呼んだから言ったんじゃないですか。公にやってやってるのをちゃんと出してください。そして被災者の声を聞いていないと法律違反です。これ何2回書かれたのに、それに対してやってないことは法律違反です。今日こんなに紛糾するのをやっていないという証拠じゃないですか。で、そういうことをちゃんとやってたら基本方針って出てくるんじゃないですか。そんなことをやらないでこんなことするから、もう基本方針出すから緊急するんだと思います。勝手に法律を変えるのは法律違反です。復興庁の法律違反します。さらに住民との対話なのになぜこんなに警備員がいるんですか。誰がこれを置いたんですか。何のため、何を恐れてるんですか。ちゃんと答えられないじゃないですか。答えられる心構えがない、どれだけのことをやってきていないから、こうやってガードを置くんじゃないですか。やる順番がおかしいから確認するんです。この基本方針撤回してください。そしてデモに従っている会社の声をあなたたちも聞いてください。それが法律が策定された後、例えば24年の9月5日、9月6日、9月7日と東京であったりとか福島であったりとか、いや主催者が違うでしょう。主催者が違うでしょう。校長がやったんですか。形式
はですね、民間団体の方が主催しているものでありますけれども、きちっとこまめに意見をお聞きしているという点は、相当やっていると。で、その規模もですね、非常に少ないものから大規模なものまで、すべてのところに行けるわけではありませんが、中身をお聞きして、多様な意見がをお聞きできるように努力してきたつもりでありました。空間選挙以外の要素もきちっと入れるべきではないかということでございます。ご指摘の通り、どういうふうに健康影響ないし、健康不安というのが生じているのかというのは、さまざまな占領基準、占領というか、放射線への影響というのはあると思いますので、一つ、そのご指摘がその通りだと思いますが、法律が避難指示にかかるということで、空間占領を前提にして書いてあるものですので、その枠の中で今回は判断したということでございますが、例えば土壌だけでなくて、個人占領系であったりとか、あるいはどなたかおっしゃったりとか、モニタリングコストの数字とか、いろいろ数字がございます。本来であれば最も正確なといいますか、きめ細かい個人占領系によるところだと思いますけれども、法律の枠組みというのもございまして、このような決め方になっているものでございます。多くの方が心配されているのはこういうことです。3月11日の事故の時に情報がなかったから、子どもを外で普通に遊ばせてしまった、子供が雨に濡れて小学校から帰ってきてしまった、庭のブルーベリー一緒に摘んで食べてしまった、ずっと知らないで高専業の公園で遊ばせてしまった、その時の高専業被害が5年後10年後どう出るか不安だから、今高専業が下がっている被害も、バッジをつけたらこれだけだから、健康調査必要ないという医学的な観点からの必要がどうかではなくて、不安を解消するために大丈夫ですよ、一人一人の矢が確認できるために福島県で行われているような丁寧な健康調査を周辺知事でも、ぜひしていただきたいと思います。不安を解消するやり方を有識者に聞くのではなくてですね、被災者にどういう不安があるか丁寧に公聴会を開いていただきたい。宇都宮大学の方からご意見ございました。風評を煽るのではということで、しっかり基準を示した方がいいんじゃないかということ で、この辺りは私どもが震災処置地を考えるにあたって一つの留意事項としたものであります。本来であれば地域がどこかということよりも、きちっと施策が必要な方に打たれるということが大事ですので、そのためにどういう制度設計がいいのかというのが一番苦心した点で、例えば先ほど申し上げたが、高級食のようなのは少し専念が低いところも含めてやっているというのがあります。先ほど自主避難の数ということでですね、対象地域を決める際に重要な判断材料とおっしゃってたかと思うんですけれども、そもそもですね、福島県は災害救助法によってですね、対象地域として、適用地域として、民間借り上げ住宅、私も自主避難してしまったんですね、その制度を活用したんですけれども、それがあるとないというとですね、自主避難した数なんていうのはですね、全然変わってくると思うんですよ。しかもですね、借りてた制度を利用した私から言いましてみればですね、その制度があるだけでは、実際に自主避難の生活ってかなり苦しいですよ。それだけではその制度すらも利用できない、お金なければその制度利用できないんですよ。私はちゃんと回りました、お金でもないし利用できないですよ。じゃあ避難者の自宅でもできない話になっちゃうじゃないですか。でもそれっておかしくないですか。それをもってですね、自主避難が多かった少なかった、それで決めるっていうのはね、おかしいと思います。その場合だけでは絶対にあるんでください。きちんとその現場の地域住民の声を聞いてください。そうだ、お願いします。あと公聴会の話がございました。29万人というのはこの数字からしませんけれども、原発の法律は原発事故によって特に避難と違い、自主避難された方、あるいは残っておられる方で十分支援がこれまで受けられておられないという認識のもと作られた法律だというふうに思います。ですので、その母数の方がいくらかというのは覚えておきまして、
そういった方をご想像いたしまして、先ほど申し上げたような方からパブリックコメントの意見が来ておりますので、東海に注意いたしまして、さらに意見が来るものというふうに、思いますので、まあ、そのご意見をしっかり反映したいと思います。で、パブリックコメントというのは、全国どこから会議に、ご意見を出す、どこからでも会議にご意見を出すことができるということですので、まあ、非常に公平なやり方だというふうに私は思っております。皆さん方もすでにお分かりでしょう。もう分かんないとおかしいんですよ。今日この説明会を一回だけやって、ね、パブメをまとめて、東京での理解ですか、それで基本方針を閣議決定をしてはいけないというのが今日の意見です。これまで40回以上皆さんの意見を聞いてきました。意見を聞いても右から左じゃダメなんですよ。その意見を聞いた後に我々被災者を愚弄して、田舎者の知性のない子供というような人間が聞きた意見ではこんなものしかできなかったということです。そうだ、もう一回知り合わないとダメなんですよ。何を言われるかは今分かったはずです。たくさん用語もあったはずです。先ほど企画官が多分言い間違いでしょうけど、今日の公聴会かもしれません。多分言い間違いかと。公聴会じゃないですね、先生。今日は正式な公聴会であればそれなりの手続きをちゃんと踏んでやらなきゃいけないはずです。違いますよね。本当の公聴会はやってください。で、さっきまだ答えたように公聴会、公聴主催で0回ですよね。企画官違いますか。そこからうなずけばいいだけです。0回ですよね。そうなんですよ。皆さん、手を挙げて焦ってらっしゃるのは、今日言わなかったら、もう自分の意見を言えないんじゃないかと心配されてるんですよ。副大臣、そんなことはないと一言おっしゃってくださればいいんです。あなたの指示に行って、ちゃんと意見を聞いて、検討してまとめるまでは、いい加減にこの基本方針を確定したりはしませんと一言今言ってくださればいいんですよ。この資料にもありました通り、この法律は健康不安が生じている被災者にできるだけの支援をするということが大変になっているわけになります。で、そこで非常に難しかったのは、この支援対象地域というものが選挙に応じて決めるということが、この法律の中に入っていて、でここで縛られるとどうしてもどこで線を引いても必ずそこにおいて、その入ってない、入っているというところでの差についてのご不満が出る。しかしこの法律がもともと求めている趣旨というのは、その不安に対してできるだけ対応すべきだということが書いてあります。したがいまして、我々はそれで支援の対象というものを地域でこの法律で縛られているわけでございますけれども、そこの対象を準ずるという概念を含めて両方含めて支援をしますということで、全体を構想にとってできるだけ対策が取れるようになるというふうに考えて、こういう設定をしたわけです。従いまして、この法律に求められていることと、法律がそういったような意味では震災者時期という概念から始まっておりますけれども、そこを広げることによってできるだけ広範囲に必要なところに手が届くように、そういった形でこの基本方針を設定したというところだけはですね、ぜひご理解いただきたいと思っております。この中の施策をどこまでやるかというのは、それぞれの施策ごとにまた広がりを持っていけばいいわけでありまして、それをいただいた方もそれを踏まえて我々これからの対応しようということに尽きると思っております。2時間47分だとしましょう。細田さんでした。何で流して細田さん、この発言されたいからなんで、ちょっと1分間くらいでよければ、まず発言されたいからでしょうか。はい、もう一回書いてください。その結論は、この多くの人たちがですね、この子ども被災者支援に対して、支援法に対して、多くの期待を持ってるんです。そして、やっとディタバルについて見たところ、こんなに裏切られたことがないって言われたと。で、今、私たちは本当に、
時間が長くなって申し訳ございませんでした。今日の説明会、今週金曜日は東京で行います。今の公聴会という表現ではない説明会で、公聴会どうしてもいろんな手続きで間に合いませんでした。ただご説明会だけで続けていただきたいと思います。特に法律の審査会に関係して皆さんの意見を反映するために我々としてはこういう手段を取りました。まあ、一時的シーベルトではなぜないんだというご意見もいただきました。その、まあ、背景には一番健康不安ということだと思いますけども、この法律の条文をちょっと読んでいただきたいんですけども、これについては自然対象地域もありますけども、それ以外の被災者の言葉もありますし、健康管理調査でも3箇所一定の基準ということが出てくるんです。そういう意味では自然対象地域だけでなくて、特に健康の支援について今までは福島県内の県民健康管理庁だけだったものを広げながらどうやっていくかという検討中でございますので、今日のご意見、また今週末に行く東京でのご意見、さらに今すでに宣言ぐらいのパブリックコメントもいただいておりますから、それを総合的に判断をして、考えていただきたいと思っています。今日は皆様のご意見をしっかり受け止まるということにさせていただきたいと思います。金沢閣下もおりますので、そこの予定もありますし、そこはお開きにしますが、その方については引き続き別途させていただきますので、とりあえずこの会合は進めさせていただきたいと思います。皆様いろいろご意見ありますが、不足発言やめていただいて、我々自身も誠意を持って対応するつもりです。確かに答えが十分でなかったのもありますけれども、しっかりメモをいただきましたら検討させていただきますので、今日は本当に、2時間50分を回りましたが、皆様の熱心なご意見に対しましては最後に熱く御礼申し上げまして、これをもって本日の説明会を終了させていただきます。ありがとうございました。ひどい説明会だぞ。ありがとうございました。説明会を終了いたします。ありがとうございました。